はい、おはようございます。ミケです。今回はね、嵐の最中にて、歴戦オフィシャルダウロに挑んでくるんですが、ちょっとですね、見た目からわかる通り、極みベヒーモスはクリアしたんですが、プレイした方には分かっていただけるとは思いますが、喋りながらちょっと成功率を野良でやるのは厳しいところがあるので、とりあえず今回動画は撮ってないですね。他にも理由がいろいろあったんですが、まあそれはいいとして、なので、次回またなんか、豊穣の宴が来るときに極みベヒモスが復活するんで、その時にいつもやってるその4人の固定メンツでちょっと動画を撮って上げてみようかなと今頭の中で考えてるだけですけど思ってます。そうですね、ちょっと厳しいですね。ワンドラケンは一応手に入ったんですけど、野良で入るとね、蹴られるんですよ、チャージアックス。おかしいな、強いと思うのにな、ヘビーとライトしか来ちゃダメですみたいな空気が出てるので、ちょっと野良は厳しいですね。はい。で、装備合成ですね、まあ雷属性が弱点ということで、まあ、あんま取らないんですけど、マムガイラを使ってガイラアームズでやっていこうと思います。覚醒でね、最大雷属性ダメージは540ですが、まあちょっとスキル盛る余裕がないので、匠4、体力増強3、雷属性攻撃強化3、属性解放3、弱点特攻3、集中3、宝術3、挑戦者1、ガセ1ということで、ガセ1で平気なのかな。新技とかあってそれがガーフだったら死にますね、これね。こんな感じで宝術師と、剣魔術つけてこの装備で挑んでみようと思います。よし、じゃあ行きますか、早速ね。うお、黄金の鉄の塊だ、眩しい。あー、忍者汚い。よし、じゃあ、あれ、これもしかして浅野の順位突破ついてないのか。回避距離もついてないから、そうするとね、ミスった。ほい、でですね、歴戦王、テオテスカトルの時に閃光玉で落ちないのを確認させられてしまったので、野良で縄張り争いすれば帰るのになぜか閃光でね撃ち落とそうとしたやつがいましてね、そのせいで落ちないことが分かってますが、多分撃ったら下にスーッと降りてくんじゃないかな。ちょっと待って、回復の円筒とかつけてる、不動でしょどう考えても。ここちょっと待って、帰ります。甘いんだよな、舐めてんだよな。歴戦王のこと、いいんだけどさ、歴戦王もさ、新モンスが欲しいんです僕。ちょっとね、専用装備組んで風圧無効つけようと思ったんですけど、まあ、ちょっとねあんまり面白くないかなと思って。どんだけすごい風圧くんのか経験してみたいじゃないですか。口待ってねえな、あらららら、行くぜ。さあ、どこにいるのかな、そこだね。はい、最初から風圧どうなるか分かりませんけど、切りかかってみましょうか。後ろから切りかかるという選択肢。で、ここで、あー、これめくられんだよね、難しいのがある。あ、銅弾ついてね、いいか。斬撃ダメージ主体だからな。ここは行ってすぐ撃っちゃう。あ、やばい、これはね、やばいですね。これやばいですね、それはまずいですね。ちょっと待って、これあれがなくなる前にクリアした。はい、すぐ落ちてくるでしょ、どうせ絶対降りてくる。あ、死ぬちゃった。あ、降りてこないね、強いね。あ、降りてる、よしよし、燃える、燃えない、何してる。剣を持って
メージすごいっすね。カメラ見せて合わせて頭投げてます。あ、強いな風圧。あ、いいね。なんか仕事の時見えないよ。それしんどいな。それしんどいっすね。飛ばないでいきたいので、なるべく飛ばないでいただければと。あるこれ強く当たって、あとはないほんとこねえのか。なんか降りてくるモーションあるよね。これ降りてくる、これ降りてこねえじゃん。あぶねえ。超面ですけど、クシャと動き変わんねえな普通と。これバッテリー切れますね。ちょっと待って、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。どうする。あ、やべえなこれ。ほい、普通にタラトボイスもよかったな。ほい、あぶねえ。ちょっと待って、普通に頭に当たった。いや、それはガフだから。うわ、そっちに振り向くのすごっ。あんなだったっけ前から。あんまクシャやってないんで。これミートの前でシリゲームソーが頑張ってくれんだろ。で、最初にやっとけよって話。あ、強いな。まずいですよ。おー、シーゲルソーナイス。シーゲルソーがめちゃくちゃ切りますよ。さすがですね、あの大盾。大盾さすがですね。そう、これね、打線1じゃん。シーゲルソー最高かな。はい、13ダメージ。意味ない。この角度でいい感じにやると頭がもう来たる。死ぬ、死ぬんじゃ。前進いきます。はい、さあ行くよ。あー、風圧つら。あ、手を来てんじゃん。手を来てるじゃん。やっぱ組んだね。ライバルなんだね。この2体がこうライバルってことになってしまったんだね。なずしさん何回も言ってるけど悲しいな。間違えた。あ、もう来ちゃう。やめて。カモン。ここにあるのか。うわ、何その角度。新ムーブじゃん。あ、すごいなこれ。方向修正っていうの。あ、終わっちゃった。で、ビンが6個ないのすげえ落ち着かないね。いやー、参りましたね。これ置いとこうぜ。これね、え、完璧。ちょっとダサかったけど。はい、そりゃそうよ。
戦うと割と頭がいい感じです。これで降りてくる。降りてこねえ、マジこいつ。これ以上砲丸ゲーを加速させてしまっていいんですか。そういえば前作全部そうでした。無理無理、いや本当だ。よし、アービンが溜まってないわ。アービン落とす。でも割と調子はいい感じ。武器も軽く問題ない感じしますね。だだろう。でもジャージャックスもさ、このさ、あ、シルゲムソが来ましたか、ね、いいね。おー、いいダメージ出ますね。睡眠入ったって352。やべ、切れ味悪いな。いいね。うわ、あん確定。これブレスでしょ。さよなら。おい、マジか。方向こんな狭かったっけ。逃げるといいよね。よし、ほい。これはね、けどダメージいいね。84だったら、まだ猫宝術ついて84だからそうでもないんだけどね。お、これどこだ。お、テオゾーンかな。こっち落石ゾーンかな。あ、ここ降りれないっけ。そうか。はい、種食って種食って。あ、いいですね。ほら、当たる当たる。ナイス、ナイス。俺ポケモン動画にね、俺投げてるね、チャークのやべえやつって書いてあってね、チャークじゃねえだろっていう風な話をしたんですけど、まあ、なんで今そのもう一度出したんですかね。子供よりモンハンの方が上手いね。で、モンハン動画見てくれる人はポケモン動画も見てくれてそうな気がするんだよね。あれ、落ちちゃってるなと。あ、これか、これだ。こっちゃこいや、ちゃこいや。ブレスなんかでかかってこい、ベネット。ブレスなんかでかかってこい、ベネット。俺は怖くねえぞ、おめえなんか。危ない、いや、ロベッカルシャー。全然ブレス捨てねえよ、あいつ。あいつ全然ブレス捨てねえ。捨ててくれ、マジで。それほんとやだ、ちょっとマジよ。マジでこれ無限浮遊おじさんじゃん。無限空中浮遊おじさん、イケメンおじさん。ナチュラルに落ちやつ、疲れやつ、届かないやつ。はい、どこでしょう。大事です。これいい感じで当たったね。これ当たるか、当たりそうだった。あー、ちょっと危ない、撃たなくてよかった。
あ、いいね。よくないね。これだよね。落ちてくる。違う？落ちちゃってるからこれ。よくわかんない。やめてさ。そのペロペロするのやめなさい。あんたね。あんたね。それよくないわよ。何やってんだこいつ。もうこれいいんじゃない、これ当たるんじゃないか、これいいね。イエーカモン。あ、飛べてるじゃん。最高。てか普通にこの人強いね。あ、やべ。あ、一発も当たんねえ。つらみ、つらみとは牛の頬のところですね。これが強すぎたな。これ、あ、そうだ、危ねえ。ハラムでルイのボール。ほら。え、普通に時間かかるわ。これライトボウガンとか超楽そうだな。ヘビーも楽ちんか。さあ、これテオさんと出会うんじゃないですか。もう一回見ときましょうよ、あのかっこいいやつ。あれね、本編でなかなか見れなくてね。こんな安売りしてくるなって。これスタミナ減ってるっしょ。しもう10分経ってんの。ほら、いる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 。せっかしい。イェーイ、ナイスー。はい、キョウちゃんナイスー。で、帰るのちょっと接してみよう。めっちゃ食らってんじゃん。ナンパダメージ。調整レポートありがとうございます。手札を置きます。え、あいつ何歩いて帰んの。あ、手を追っかけてんのか。あ、瀕死じゃん、よく見たら。なんやねん、こいつ。めちゃくちゃ強い。ここで来てんのちょっと笑いだな。もうちょっと違うの、ちょうだい。お願い、あのジンオが見たいんだ。お母さんも大事です。うわぁ、早かったな。あ、俺かっこいいんだけどな。手を自体を、手をじゃない、下自体は。でもなぁ、やっぱなぁ、この戦闘スタイルはクソモンスターの素質を受けますよね。もうだって近接どうしようもないじゃん。まあ、使えない人なのかな。そうだもん、ね、帰る人も。駆動も短いし、愚痴しか言ってませんね、よくない。このゲーム自体は楽しいんだけどね。さあ、普通の歴戦だとこれさ、上上がってあのヤバいところあるじゃん。あのマジで地形使ってくんのやめろやっていう。あそこが、あそこから飛び降りるとついてきてくれるんですよね。歴戦をもついてきてくれるのか、それとももう一回寝てくれんだったらもうそのままずっと睡眠バンクはループするわ。
オッケー。いきます。これ頭狙ったらダメだ。はい、あ、終わっちゃった。はい、お疲れ様でした。弱い。うん、こんなもんだと思ったよ。ほんで防具の性能ですね、楽しみだ。それがまあ多分これが上がる頃にはツイッターとかにバリバリ上がってると思いますけど。うん、なんか弱いと思ってたけど、やっぱしっかり属性強化すれば強いですね。ダイラアームスも、あと睡眠と氷があるんだっけな。氷はね、ゴミだからね。ああ、ちょっと勝利の一品します。ない。さあ、これの後はえ、コリューもう全部出たっけ、歴戦を。あとあいつだけだよね、ネルギガンテ君だけだよね。なんか他のは来ないのかな。通常のは来ないか。歴戦を積んだから普通にコリューだけなのかな。鬱陶しいだけで最弱じゃないこいつ。テオより弱い説ある。刃と刃、うん、いらないけど。よし、じゃあ報酬というか重ね着のあれと装備のね、性能を確認していきましょう。まずもうここには並んでないんだよね。まず工房のおっちゃんがなんか、うーなんか発想を得てうんたらかんたらみたいな、何々を作ったぜみたいな。今回何なんだっけね、なんかギルドクロスみたいな感じだったよね、確かね。へい、じゃあ、おおほい、ステイトフ。なっ、ヒルオの声いるの。あと1個ですか。オッケー、ちょっとめんどくさい。まあいいや。おい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 、来たな、これだね。ベン、ちっちゃく、はい。いつも通りの来たなですね。俺割と好きなんだよね、これ武骨な彫像みたいな感じで。なんか割とダサいっていう人がいますけど、これ自体結構好きですね。女性バージョンはちょっとダサいかな。お、あ、いいね、頭匠にか。まあシリーズスキルアフが完全無効と。匠にスロイチ、中スロイチ、これあれだね、クシャナの胴体と同じだね。全くどういったクシャナの胴体、ああそうだね、いいね、普通に。なんかすごい使いやすいけど、あ、でも頭がエンプレスがあった、変なのちゃった4、ごめん4、消しとく4。変なのちゃった。お、集中、うお、強くねこれ。え、これめちゃんこ強いじゃん。あ、強いね。あ、これありだな、アクシャナ。ちょっと今真剣に頭の中でスキルを考え始めちゃった。まあ足はちょっとチャージアックスだとそんなだけど、腰と腕、これめっちゃんこ強いね。え、だってあれでしょ、ダマスクと同じってことでしょ。ああそうだね、これスキル幅伸びますね多分。伸びないか、弱点特攻が乗せられなくなっちゃうか、腕使っちゃうと。でも匠伸ばせるな、匠伸ばし、まあいいや。頭を匠にして装飾品で渾身とかつけて火力漏れそうだな。ちょっといい構成ができそうですね。はい、こんな感じでじゃあ終わりにしておきますか。25分ですね、カットするからもうちょっと短いかな。とりあえずクシャナ一式は頭と腕と腰は絶対作った方がいいですね。これなんかに使えるね。え、腰も使って胴体も巧みにし、頭も巧みにして胴体でなんか言うようなのあったっけ。あ、ギルドクロスこれか。あーあ、これなんのね、わかりました。
あでも胴体、匠胴体そんなにいいんねえのか。ラムガイラとかは季節耐性か。いいけど、なんか組めそう、すげえ組めそう、なんか組めそう。ちょっとなんかいいの考えておきます。じゃあはい、お疲れ様でした。次回は何なんだろう。なんかこの先のイベントクエストの話がないんだけど、多分次回は極みベヒモスになるかなと思ってます。なのでね、極みベヒモスを後付けで入れるか、それとも仲間内でワイワイしてるのをあげるか、それとも仲間内でワイワイした後に一人でボソボソ入れるのか分かりませんが、やっていこうと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。